両刃の剣、中世ヨーロッパそもそも、ロングソードはかなり講義の意味を持つので、いくつか解釈が存在する。1、かつて、ショートソードは単に剣と呼ばれていた。しかし、騎兵が現れるようになると剣では、馬上から不評に届かなくなった。長い剣を作ると、重量も増すため扱いづらく、かといって、細長く作ると強度が足りず。 馬上で扱える剣を作ることはできなかった。そのため当分の間は、槍や矛が、騎兵の武器とされた。しかし、夜勤技術の向上により、細長くても十分な強度を持つ剣を作ることが、できるようになった。騎兵が、馬上から突くための剣、これが、ロングソードの誕生である。とするように、東身長の長めの片手剣を意味する場合2.13世紀、頃から、 甲冑の発展により防御を、ある程度甲冑に依存することで、使用可能となった両手持ちの長剣を意味する場合。位置に関しては、主に、TRPG や創作物において使用される定義で、あり、欧州の伝統剣術の世界では、ロングソードといった場合、両手剣を意味する方が、一般的である。騎兵用の剣が 比較的長めとの闘神を持つのに対し、密集法人を組んで、敵味方が、掴み合いができるほどの距離で戦う不評の場合、取り回しがよく周囲の味方を傷つけにくい短めの、剣が好まれた。ただし不評戦闘においても、乱戦状態で一対一の戦闘が散発するのを、好む、ゲルマン人などは、比較的闘神の長めの剣を使用していたので、ショート騒動。 不評用、ロングソードを、騎兵用と分類するのは誤りである。刀剣の長短の定義は、原則的には、容赦の対角との対比となるので、また、非常時の身の使用を前提とした刀剣はほぼ、存在せず、下馬して、不評として使用する場合もした後でも扱えることを、目的とした剣も、多数あるため、ショートソードとロングソードを明確に、区別することはできない。 またショートソードとナイフも不評が片手で使う刃物であるため両者を長さで区別することはできない。ショートソードは等身長が短めの剣を指すため原則的には片手剣である。大型の盾と共に用いられることが多い。基本的には軽量で取り回しが良いものが多いが、 月の威力の増大や切断能力を増すために比較的重めに作られたものも存在する。また屋内や洞窟などの兵所での戦闘を目的とした場合や戦場などでも使用されることが多い。14から16世紀に前世し、徒歩で戦う場合に用いられた。一つや乱戦を考慮して短く丈夫に作られている。補助武器として携帯されたほか、 メンアットアームズをゲバして戦わせる、際のメインウェポンとして、盾と共に用いられた。古代ローマのグラディウスや中世ヨーロッパのスクラマサクスなどがよく知られている。金星においては、カリブ海沿岸で広く使用されたカットラスなどが有名。ありがとうございます。